みんなで一緒にモンハンライフのアートと言います。こんばんは。今回はムフェドジーバ2周討伐安定20分以内の周回方法をご紹介します。1周でも討伐できる、そういう方のために TA の方にも参考になる豆知識もまとめて紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。まず最初に動画の注意点です。この方法は装備が揃っていない方やプレイヤースキルが低い方でも動画で得た知識で周回が安定するというものです。周回方法は放送内で行っているもので、こういった討伐方法もあるよという一つの方法として紹介しているだけです。そのため放送外でしたら自由に調整してください。配信者の方やサークルで自由にこの方法を使ってもらって大丈夫です。一人でも多くのハンターさんを救ってあげてください。リスナーさんがこの方法を配信者の方に催促するのは嵐行為ですのでやめてください。それでは討伐方法をご紹介します。まずはエリア1からです。ムフェドジーバのクエストは攻撃してダメージを与える以外にも、ツタ罠か落とし穴に合計3回入れれば即移動となります。これはムフェドジーバの体内に地脈エネルギーが存在し、罠や落石でゼロにすることができます。そのためいかに早く罠か落石に誘導するかが重要になります。ここでおすすめしたいのが、右前足、右後ろ足、右翼といった片面狙いです。これにより反対方向に吹き飛ばすことができます。ムフェドジーバが回転するかもしれませんが、同方面狙いを行うだけでエリア1は平均で1分30秒ほど速くなります。パーティーメンバーが慣れてきたら声を掛け合い、落石側に狙うのもありです。落石は受付嬢のセリフがあると行動次第ですがほぼ当たります。当てるのが苦手な方はこのセリフを確認してから落としましょう。ツタの場所まで行ったらひるみ発生で罠に落ちます。罠に落ちる瞬間、体から青いエフェクトが発生するのをご覧ください。これが地脈エネルギーです。クエストの受注画面にある地脈エネルギーがこれです。ムフェドジーバは地脈エネルギーがなくなると、そのエリアの地脈を吸う行動を取ります。罠や落石なしの場合はこの最初のエネルギーを吸うまでに約1万から1万2000のダメージが必要になります。これだけでもいかに罠が重要かがわかると思います。エリア1の地脈は合計2回で枯渇します。つまりエリア1は地脈を吸う行動を取らせるのが重要となります。そのため意図的なスタン、麻痺、睡眠、ノリは結果的にエリア1の移動を遅らせる行為になります。討伐時間が早くなると部位破壊ができなくて報酬額が減ると思うかもしれませんが、武器の選別も考えると早い方がお得です。ダウン中やツタワナ中は武器種に関係なく破壊できる頭部を狙いましょう。立ち上がると2回目の地脈エネルギーを吸い上げます。2回目の吸い上げで残り体力は4000以下です。ここでぜひやってほしいのが毒煙玉です。毒のダメージが切れる前に移動するためエリア1の移動速度が速まり、エリア2のダメージを稼ぐことが可能です。毒煙玉は一発投げると約3回の毒を蓄積し、2発で毒状態になります。毒のダメージは合計2000と非常に強力で、レイヤーシリーズの毒ダメージ強化で倍の4000となります。スキルの毒属性強化と間違いやすいので注意しましょう。2000の増加とエリア移動間でのダメージを考えると、他の攻撃スキルを外してでも入れる価値はあります。防具は頭、胴、腕が結構使いやすいので、ここから2つ選ぶのがおすすめです。各武器で狙った方がおすすめなのが右の通りです。
残属性は前足、打属性は後ろ足、断属性では翼、背中、足を狙いましょう。冒頭で説明した通り、右面狙いがおすすめです。過去の動画でも紹介していますが、傷つけ効果は攻撃スキルをつけるよりはるかに強力で、傷つけ時間は通常90秒が、ムヘトジーバでは3分間継続します。エリア1はこれらのことを行えば3分30から4分30秒で終わります。高速系の状態上を入れたり、全員が別々の方面を攻撃すると7分以上かかることも結構あります。それではここでムヘトジーバの主な攻撃パターンを紹介します。まずは追撃ブレス。口の中が白く大きく光った時にブレスの方向が確定します。つまり逆に動けば大丈夫です。次に2連ブレスです。ため出しブレスの後は大きいブレスを吐くので攻撃のチャンスです。往復の投げ払いブレスは引きつければフレーム回避ができます。被弾しても大して痛くないので積極的に回避の練習をしてみましょう。後ろ足の攻撃は踏みつけ、引っかきの2連です。踏みつけ時は振動障が発生します。攻撃する場合には2連目を狙いましょう。前足の手前引っかき攻撃は次に振り回しがきます。こちらも2連目狙いがおすすめです。次に攻撃場所でよくある質問です。ガンナーで鉄鋼榴弾を使う場合、頭に打ちスターを狙うとエリア1が長引きます。そこでおすすめなのが翼です。剣士は翼への攻撃が結構困難なので積極的に狙ってあげましょう。ハンマーや笛などスタンチを持っていてもダウン中は積極的に頭狙いをしていきましょう。エリア2では敵視発生まで弱点を狙っていきます。エリア2で重要なのはいかに敵視を取り続けるかです。敵視の継続はダメージによるものと思われ、攻撃をしていないと簡単に外れてしまいます。そこで簡単な方法がノリです。滑空の装備は使用状態でノリの蓄積値が約 1.2 倍になります。滑空の装備使用中は段差がなくても簡単にノリ攻撃ができます。 L2 プラスまるでクラッチクロで貼り付き、その後バツボタンで飛び降りすると約1秒後に滑空状態になります。その後ジャンプ攻撃に移行できます。これを積極的に行っていき、ダウン中に頭の完全破壊と敵視位置が簡単に行うことができます。また乗り中に背中に移動すれば背中破壊が、頭なら頭破壊が狙えます。それではエリア2でどれぐらい乗れるのかを早送りで見てみましょう。ダウン中は積極的に頭破壊を狙っていきます。動画では3人が乗り攻撃をしている状態です。スタンやマヒなどは敵中でも効果が切れないので狙っていっても大丈夫です。2回目の乗りで頭部の一部が破壊できました。全員が破壊をつけてようやく破壊できるレベルです。なるべく破壊用はつけるようにしましょう。エリアにも致命エネルギーの吸い上げは2回です。毒の効果が切れていたら積極的に毒状態にしましょう。毒煙玉は5発投げるといい感じに毒になります。敵視はさらに継続し、ノリの3回目が入りました。そしてさらに敵視が継続し、頭部が完全破壊できました。3人のノリ攻撃だけでもこれだけのノリと敵視の維持ができます。そしてダウン中に頭を攻撃するだけで簡単に破壊ができます。あとは2回目の致命エネルギーの吸い上げを待ちます。バージョン1と2ではエリア3に移動後に期間を選択していましたが、致命エネルギーの開始を確認したら戻って大丈夫です。音声だとやったわの声で期間で大丈夫です。報酬の金利額がこれにより減ることはありません。報酬が減るのは他のパーティーがクリア後に期間もしくは失敗した場合です。今回は9分2秒でした。
敵死後に全員が滑空で乗り狙いなら10分は安定して切れると思います。逆に乗りを狙わない場合、事故死の確率も上がり、部位破壊すらできず12分ぐらいかかることが結構あります。そのため滑空の装備と乗りに関しては積極的に行っていきましょう。2周目の出発ですが、最初に戻ってきたパーティーは1層と2層の致命エネルギーが完全になくなってはいません。その状態で出発すると討伐に16分ほどかかってしまいます。次のパーティーが戻ってくるとこれが全部なくなります。ここさえ注意すれば1回目と2回目の出発を他のパーティーに合わせる必要はありません。ここで注意したいのは、周回するメンバーは常に固定した方がいいです。それは V 破壊の狙う場所や行動が分かり合え、討伐後の次の1周目でも入れ替えが発生しなくなります。新しく部屋に参加した方はすぐにパーティーに参加するのではなく、少し待ってからパーティーに入るとトラブルの原因にはなりません。それでは2周目の説明です。致命エネルギーがない状態でクエストに出発した場合、エリア1の開幕で毒煙玉を投げればエリア1には3分前後で終わります。そのため装備は一切いりません。エリア3で使わない装備を使用しキャンプに戻るのもありです。動画でのおすすめは滑空プラス不動です。そのためエリア1、2で転身などを使用するのはいいと思います。エリア3は臨界状態になるまで弱点を攻撃します。毒が消えている場合には毒状態にしましょう。臨界状態になったらエリア2と同様に滑空の装備で乗り攻撃をしていきます。ダウン中に胸が赤い場合には積極的に狙っていきましょう。赤くない場合には破壊してない部位を狙っていきます。岩なし状態で王の雫が来る場合がありますが、別の動画で紹介している通りブレスの青いエフェクトが来る前であれば閃光弾、踊り玉、爆発弾で回避が可能です。左下のミニマップに岩のマークがない場合には戻り玉を準備しておくのがおすすめです。それ以外の場合には仲間を救うために生命の大粉塵にしておくのがおすすめです。キャンプのアイテムボックスにも入っています。エリア3は致命エネルギーがない状態で体力は約21,500です。途中ガスが3箇所発生しますが、近い場合には狙いましょう。誘導可能なのは敵地を取っているハンターです。起爆方法は攻撃でもスリンガー弾でも大丈夫です。毒が切れている場合には毒状態にしましょう。敵地中であればスタインや麻痺などを狙っても大丈夫です。参考までに使用しているアイテムセットを紹介します。粉塵、毒煙玉、飛躍は調合分も持ち込みましょう。あとは回復薬グレードや回復の種などが候補です。エリア3は1周目のエリア2と同じように戦えば大体大丈夫です。これでクリア完了です。今回のクリアタイムは9分28秒でした。2周目は滑空の装備と毒を使用していれば10分を超える方が珍しいです。2周目は早いメンバーだと7分台、遅いメンバーで9分台といった感じです。1周あたりはだいたい19分ぐらいになると思います。工房での鑑定ガチャはかなり時間を使い、その間に部屋の3人を待つことになってしまいます。もし逆の立場でパーティーのみんなが工房に行った場合、待つのは嫌ではないですか。工房で覚醒ガチャをする場合には部屋から退出し他の人に譲りましょう。エリア1はプレイヤースキルがなくても知識があれば確実に速くなります。わからない場合にはホストの人と同じ場所を攻撃すれば OK です。みんなが楽しく高速周回ができるよう意識しましょう。次におすすめの装備紹介です。武器種は何でもいいですが、剣士の場合竜属性の武器を推奨します。エリア1でも説明しましたが、今回のクエストは致命エネルギーが重要な要素になってきます。竜属性の武器には竜風力というのがついており、
前作の無印では使われることはほぼありませんでしたが、今回のクエストでは非常に強力な効果を発揮します。効果は致命エネルギーを奪うもので、同じ武器性能の別属性武器だと討伐時間が2分ほど変わる、かなり大きい差です。流風力は中でも大丈夫ですが、できるなら流風力強化で大にしましょう。毒属性武器は毒煙玉によりただの無属性武器になってしまいます。そのため推奨しません。勘違いしやすいですが、このクエストでは爆破属性は強いわけではありません。爆破はどちらかというとその向きで、マルチで使う場合には知識と技術がかなり必要な属性です。ダメージが600と大きく見えますが、見た目に騙されないようにしましょう。こちらは今回の動画内で使用している装備です。頭と腕にリオハートを使用し、毒ダメージ強化を発動させています。また V 破壊のために破壊用をレベル3積んでいます。次に総中魂の場合です。胴と足にリオハートをつけ、毒ダメージ強化と破壊用を積んでいます。総中魂は乗り攻撃は簡単ですが、滑空のソイの乗り値 1.2 倍とスロットが優秀なのでおすすめです。ハンマーは頭と胴にリオハートを入れることにより、打点と破壊用、毒ダメージ強化を両立できます。こちらも滑空の装備がおすすめです。こちらはガンランスになりますが、頭と腕をリオハート、残りをゾラにすることにより砲撃のレベル5、毒ダメージ強化、さらに破壊を積むことが可能です。これらを参考に装備を作ってみてください。長い動画になりましたが、ご視聴ありがとうございました。もし参考になりましたら、評価、チャンネル登録よろしくお願いします。